堀井雄二、ポートピア連続殺人事件やドラゴンクエストなど数多くの名作を作り上げたゲームデザイナーである。今回のゲームグラフィック TV はゲーム業界に数多くの伝説を作り上げる堀井雄二の魅力に迫ってみよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。現在ではドラゴンクエストシリーズで有名な堀井雄二であるが、ゲームデザイナーになる以前から非常に多彩な才能を発揮しており、1970年代には放送作家をしたり、セブンティーン、サンケイスポーツなどのフリーライターをするなどマルチで活躍。この頃仕事の関係で資料整理などをパソコンに行わせようといち早く導入。仕事のために購入したパソコンであったが、ゲームにはまってしまい自作ゲームを作るなど後の礎を築く。1980年からはアニメ雑誌月刊アウトの読者投稿コーナーの編集を担当。ここで後の名優の一人で大学時代の先輩であるハドソン桃太郎シリーズでおなじみの佐久間明と仕事をすることになる。また別ペンネームで斉藤隆夫の人気劇画ゴルゴ13の原作をいくつか担当している。この当時佐久間明とともに堀井の盟友の一人であったドクターマシリトこと当時のジャンプ編集長島鳥和彦の依頼でエニックス主催の第1回ゲームホビープログラムコンテストの取材をすることになるが、取材のついでとばかりに自ら PC6000 版用に制作したテニスゲームラブテニスマッチでエントリー、見事入選プログラム賞を獲得。しかしこの第1回コンテストにはドアドアでエントリーした中村浩一、森田のバトルフィールドでエントリーの森田和郎も参加しており、上位はこの2人が持っていくことになる。二人の作ったゲームとともに堀井雄二のラブテニスマッチも市販パッケージとして売り出されたが、高いプログラム技術を持つ中村森田のゲームの前では完全に凡作扱いでそれほど注目されなかった。いまいちパッとしないゲームデザイナーデビューを果たした堀井雄二だったが、第2作目で一気に才能を花開かせることになる。1983年ポートピア連続殺人事件の開発である。物語自体は短いものの、巧みに仕掛けられた謎や大どんでん返しのエンディングなど、後に数多く登場する探偵ものミステリーアドベンチャーのルーツとも呼び名が高い。翌年にはアスキーログインソフトからオホーツクに Q が登場。この作品は初めて本格的なコマンド選択式を採用し、後のアドベンチャーゲームに多大な影響を与えることになる。1985年には再びエニックスから軽井沢誘拐案内所が登場。ポートピアと同じエニックス作品であることから世界観を共有しており、ポートピアから数年後の踏み絵が登場するなど、ポートピアを遊んだゲーマーをにやりとさせる演出も盛り込まれた。その後もアスキーログインソフトと組んで2作品ミステリーアドベンチャーが作られるはずだったが、結局未発売に終わり、結果的にポートピア、オホーツク、軽井沢の3作をまとめて
堀裕二ミステリー三部作と呼ばれるようにな。この頃はさりげなくエニックスの他の作家によるゲームの制作を手伝ったりしており、エニックスのアダルトゲームと未だ語り草になっている東京ナンパストリートなどにも堀井の名前がクレジットされたりしている。1985年にはいわば本業であるフリーライターとして名優島鳥和彦が編集長を務める週刊少年ジャンプの首都コーナーファミコン神剣を早稲田大学万剣時代の名優佐久間明、土井孝之らと担当。そして1986年堀井雄二の代名詞となるドラゴンクエストをファミリーコンピューターで発表する。ゲームグラフィック TV。 As it went mad in old times, those, I, games who did. Feeling of nostalgic controller. That impression is revived.Still to have grown up. Arcade Controller Factory. 1986年に登場したドラゴンクエストは、エニックスプログラミングコンテスト以来の親友である中村浩一率いるチュンソフトがプログラムを担当。音楽はゲーム、カメラ、バックギャモンなどあまりありすぎる趣味を持つ元放送作家の杉山浩一が受け持った。堀井はゲームそのもののデザインとシナリオを担当。エニックス渾身の対策 RPG となったが、発売した段階ではまだそれほど一般人に RPG が浸透しておらず、出だしは鈍かった。しかしじわじわと人気が出てきて、2が発売される頃にある程度の知名度を手にし、3で大ブームを巻き起こすことになった。スーパーファミコンにプラットフォームを移す5まで同じスタッフによって制作され、出せば大ヒットという定番作品となった。1986年の第1作目から第4作目まではドラゴンクエスト以外のゲームには一切手を出しておらず、1991年にようやくバンダイから発売された微妙すぎる対策ソフトファミコンジャンプのシナリオ監修、アスキーから発売されたいただきストリートを手掛け、ドラゴンクエスト以外の作品にも手を伸ばし始める。1995年にはドラゴンクエストのスタッフとファイナルファンタジーのスタッフが手を組んだという触れ込みで登場したクロノトリガーを発表。実際はほとんど手を下していないらしい。その後はドラゴンクエストシリーズといただきストリートシリーズにゲーム制作の比重を置き、現在ではゲームクリエイターとしての顔を前面に押し出している。最新作はやっぱりドラゴンクエストで、初のオンラインゲームとして賛否両論を巻き起こし、いろんな意味で話題を提供している。 PC がまだ夢の機械であった1980年代にスタープログラマーとして颯爽とゲーム業界に現れ、類まれなる才能を生かし、現在までトップとして君臨する堀井雄二。かつてスタープログラマーと呼ばれた人たちが現在も数多くゲーム業界に残り、我々ゲーマーに夢を提供し続けているのである。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。